サマーソニックという、もう夏フェスがあって、まあ、それがすごくこう大きなイベントで、いわゆる海外の大物アーティストも来ますし、日本の大物アーティストも出るという時に、その年は、レッドホットチリペッパーズという、バンドが出て、もうこれは本当世界最強のロックバンドと言われていて、もう全世界で本当に何千万枚と CD が売れているような、もう本当にちょっと音楽好きっていう人はみんな必ず通らなきゃいけないような、本当にすごいビッグバンドなんですけども、そのライブがガンガン映像流れてるところに矢沢永吉さんがいらっしゃって、いいね新人って言ったらしいですさらにどでかいというかね、さすがに矢沢さんからしてみれば全然新人なわけですけど、いい音出してるね新人ってこう聞いたらしいですよ、はい、ペッパー聞いてますね、はい、そうですよ、でみんなやっぱりレッチリって言うんですけど、略すんですけど、レッドホットって呼んでるんですよ、うん、いいね新人レッドホット、違うね、はい、いやバンドエイジさんが鍋アツのことずっと世界のっていうのどう世界のっていうんや